赤と青の2枚の交換紙、そしてグラスを使います。グラスの中に2枚のチップを入れます。赤で青ですね、2枚入っています。でこの状態でまでないかけてやると、赤のチップがグラスの底を貫通して出てきてしまいます。